ガラスの方に出しとこう。こんな2つあるんだったらさ。で、ガラスの方がね、電気がね、やっぱ減ってきますからね。今、ガラケーっていうのを古いんだったっけ、何だったっけ、バルミューダの。逆にあれですよね。今、お父さんに言ってるんですよね。もしかしたらさ、YouTuber でガラケー使ってるやつ、俺だけじゃねっていう。いる？確かに見ないよね。iPhone だよね。いやいやいや、みたいな話とかはありますけど、ガラケー言ってる人は知らないよね。
あ、そうか。もともとだって、栗どら焼きとか、どら焼き屋さんですからね。栗の農家は持ってると思う。栗入りどら焼きとかって言ったら、鉄板ですもんね。洋服なしだとなのはもう綺麗でどんぐらいやばんじゃないかマジで、ね、どうなのちょっと生地も違うよね色がちょっと生地の色も違ってあれどうなのまあ、生地の色がだいぶ違うのが特徴的かな。で、クリームは入ってそうですけど、どの辺り差があるんだろう。いただいてみましょう。中のソースもさっきの栗のやつよりもなんかさらにめちゃくちゃあの濃くした感じになってますね。これはね、クリームっていうよりも生クリーム混ぜた栗キットぐらいの濃さがあります。もうちょっと栗キット感すらありますよ。時間までね、ちょっと時間かけますからね。
もうちょっとゆっくり休んで、まあ、遠ざけてみようって、ゆっくり休んで。